再開のクラッシュ、いよいよメインイベント。ただいまより本日のメインイベント、クラッシュライト級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者、175センチ、 62.3kg、 ドゥルガ。第6代クラッシュスーパーライト級王者、篠原優斗。最高なパー連勝、そしてクラッシュ2階級制覇へ、チャレンジャー篠原優斗。赤コーナー167センチ、 62.4kg、 ウィラサクレックフェアテックスジム、クラッシュライト級王者、ガンダポーウィラサクレック。第5代チャンピオン、1年半越しのリベンジ、そして3度目の防衛なるか、ゴンナパーウィラサクレック。梅木を一人、 6.28 クラッシュ113、メインイベントはクラッシュライト級タイトルマッチ、チャンピオンゴンナパーウィラサクレック、チャレンジャー篠原優斗。新しい生活様式が求められる日常で、このリングの厚さ、激しさは変わりません。 K1 のライト級チャンピオン林健太を見つめるこのタイトルマッチ、時代は新しいクラッシュの景色を求めるのか、それともムエタイ大魔神の大復活となるのか。祈りを捧げるチャンピオン、臨戦態勢のチャレンジャー。さあ1年半ぶりリマッチはタイトルマッチ、今ゴングを聞いています。石川さん、はい、これ入り大注目ですね。そうですね、ゴンナパー最初はガード固めですね、はい、前回は左ミドルを蹴っていったところに合わせられました。そうですね、はい、25秒というタイムで篠原がゴンナパーを2度このリングに沈めました。やっぱ篠原は左フック振ってきましたね、はい、振ったのか見せたのか、うん、はい、次に何かあるのか。あの左フックで倒しましたからね。そうですね、はい。さあ木村フィリップミノル選手、はい、現役のクラッシュ王者、現役の K1 チャンピオンとしてこの試合どんなところ注目されますか。すでにもう面白いですね。というのは、はい、このゴンナパー選手はもうどしっと構えてムエタイスタイルでっていう中で、篠原選手はステップワーク踏んでこういうパンチを当てていくっていうのが武器なので、この2人の違いはもうこの間合いのこの取り合いだけで面白いです、はい、なるほど。スタイルが違うからこそこの瞬間が結構ヒリヒリしてスリリングな感じが面白いです。すでに1分は経過しました、ね、この篠原選手にとってはこのゴンナパー選手のガードが高いというのは多分想定内だったと思うんですよね、うん、だからこそ散らしてますよね、ボディだったり、だけどちゃんと顔面にもフックを振ってくる、アッパー、うん、さあ佐伯さん、はい、この空気感、雰囲気いかがでしょう。いや、そうなんですよ、タイトルマッチっていうと独特のこう緊張感がまたありますよね。その中でチャンピオンはリベンジマッチの防衛戦、対する篠原は連勝すなわち2階級制覇、新チャンピオン誕生という、まあ本当に石川さん、これ全てを奪い合うと言ってもね、オールアナッシングと言ってもいい試合ですよね。そうですね、はい、左のミドル、これが得意です。ゴンナパこれ木村選手、今流れとしては左のストレート詰めていくゴンナパです。いやー、いや、篠原選手すごいですね、あのゴンナパーのすごいタイミングに入ってきたところに入って、すごいタイミングで左フックを合わせましたね。いや、一瞬で決まりますね、この試合。これまだペースはどちらとも言えませんか。そうですね、はい、まだ言えない。だけどゴンナパーのプレッシャーは相当なもんですよ、うん、はい、そのプレッシャーをあのプレッシャーとして受けないだけの高い技術が篠原選手にありますね。あの篠原は前回25秒で自分が勝って、はい、実際あまりゴンナパーとやった実感がなかったそうです、うん、でもそれ正直な感想だと思いますね、はい、まあ、ですから今回はもう初対戦のつもりでいく、そして前回の作戦も通用するとは思ってない、だからちゃんと2回目の対策も立ててくる、そういう話をしました。あ、ゴンナパー本当にガードが硬い、硬すぎ、超やばいですね、あの硬さで前来られたら
多分だんだん手詰まりになりますよ。それ木村選手今の硬すぎっていうのはいい意味での硬すぎってことですか。ガードががっちりしてるっていう硬いですね。なるほど。その動きが緊張して硬いじゃなくて、ゴンナパーさすがです。やばいです。もう気迫が違う。気迫が違う。気迫がすごい。緊張感に包まれたまま最初の3分間は終了しました。3分3ラウンドのこの内藤級のタイトルマッチです。石川さんはどうご覧になったんでしょう。はい、ね、木村選手の言った通り、あのガードを固めてプレッシャーかけながら前に出てるだけなんですよ。だけどそれにその深いこんなパッセージの強さがあるんですね。でもそれをね、さっきも言ったように篠原選手は真正面から受けずにいなしてます。そこにこの篠原選手の高い技術があります。で篠原選手としてはゴンナッパー選手の蹴らせたくないんですよね。ゴンナッパーが蹴り始めたらもう止まらなくなるので、そうしたらもうゴンナッパーのもう完全に術中にはまっちゃうので、それで壊されてきた選手がみんないますからね。はい、チャンピオンゴンナッパーウィラサクレックス3度目の防衛戦、対するはチャレンジャー篠原優斗。第2ラウンドです。さあここも立ち上がり、いやー木村選手ゴンナパーのプレッシャーですね。いやーえぐい、すごい強いプレッシャーですね。左のミドル、いやこれを当たってくるとゴンナパー選手もやりやすくなって、もう好きなタイミングで蹴るようになるんで、うん、逆に言うと篠原はこの左のミドルを蹴らせない。そう、もう蹴られてきたら次は蹴らせないようにリズムを変えたりやりにくさせるしかないですね。蹴られた後に勝負をどうしようだったらもう遅いんで、うん、はい、蹴らせないとですね。そうですね、この2ラウンド目に、うん、この試合の流れが決まりそうですね。左のハイキックをしっかりガードしています篠原。ただこのプレッシャーです。はい、ね、この篠原選手の格闘技頭脳でも解明できないほどの、ね、やっぱ経験値、うん、迫力が今ゴンナパーにはあるなっていうのを見てきましたね。ゴンナパーキャリア139戦目、対する篠原17戦目、左交差します。もう本当篠原選手本当にね、おそらくね一番怖い一番恐ろしいゴンナパーを想定した練習をしてると思うんですよね、うん、そこでどういう風に合わせるかっていうのを一瞬を狙ってると思うんですよね。ゴンナパーは怒れる大魔神を出すと宣言しました。そして私は同じ相手に2度負けたことはない、この139戦を数えるキャリアの中でそんな話をした。左の膝もある、一瞬開く、ね、左フックが当たる場所とかにもね作りたいですよね、うん、篠原選手としては。ただ石川さん、篠原が言っていたのはゴンナパーは攻撃力が高いけどもそれも結構隙も多いんだと、うん、それは昔も今も変わっていないと思う、そんな話したんですよ、うんうん、でもそこはそうだと思います、はい、だからこそゴンナパーは今回しっかりガードを固めて隙をなく戦っているんですよね、うん、おー、オッケー。いや木村さん、あの前手のフックもかなり強烈ですね。あれがあるからまた奥が深いですよね。ミドルも当たるし、あと左ストレートがいいですね。追い詰めた時にゲイオン選手もゴンナッパー選手も詰め方は結構似てるんですけど、やっぱり下がらされたらもう好きなようにやってくるんで、下がらせないとダメですね。回りながらもゴンナッパー選手逆に篠原が下がらせないと、そうそう、最終的にはそうさせないとダメだと思います。こうなってはいけないということですね、はい、こうなるんだったらもう下がってしっかりカウント取ってバックステップやってちゃんと当てるとかじゃないと、中途半端だったらもうゴンナッパー選手は好き放題やってくると思います。なるほど、いや佐伯さん、本当絵も言われぬこの緊張感ですね。そうですね、なんかこういつ倒れてもおかしくないこう攻撃で本当に目が離せないですね。見入っちゃってます。左のミドルがここも連発、ゴンナパー第2ラウンド10秒切っています。ここでゴング、いやさあ篠原選手からの攻撃ではパンチのガードが崩れない、崩れないようにちゃんとしっかり今日のゴンナパー選手は練習してますね。はい、あの第2ラウンドで流れが決まりそうだっていうコメントありましたけど、はい、どうでしたか、ね、はい、やっぱりあのゴンナパー選手はパンチで打ち合いをしないより もうとにかく自分のプレッシャーで固めてどんどんどん下がらせてっていう作戦ですね。篠原選手はここでもうゴンナパーが蹴ってきたところとかの一瞬の隙しかないですね。木村選手いかがでしょう。
あ、そうですね、まあ、僕が篠原選手のセコンドだったらもうボディ打ちまくってガード下がってきたらフェイント入れて上に振るとか、もうやっぱ奇襲じゃないけどそういう作戦をちゃんと組まないと難しい相手です。本当にボディは空いてるからボディ打たせますね俺なら。今試合の戦いの形でいうとゴンナパーということですね。ということはそうですね、もちろんですね。ラフィーファイナルラウンド、さあクラッシュライト級タイトルマッチファイナルラウンド第3ラウンド目を迎えました。チャンピオンゴンナパービラサクレックチャレンジャー篠原、篠原から出ていきます。ただこれは上の攻撃、ガード硬い、もうそのあたりは石川さんもゴンナパ徹底してますね。そうですね、あのねプレッシャーとガードの硬さでところにパンチ振っていくのも嫌になりますよ、はい。ただ篠原言っていた前回25秒で倒したあの KO 撃、ああいった隙が絶対3分3ラウンドの中に1回は出てくる、はい、そこを逃さずいきたいんだ、そんなコメントもありました。それがまだ先ほどの6分間は出ていなかったのかどうなのか、果たしてこの先も生まれるのか、はい。まあ、ゴンナパーはパワー対スピード、どちらが持っている武器が強いか、それだけの戦い、そういう風にも評しました。ただパワーに加えてゴンナパーのプレッシャーが、あのプレッシャーが判断を一瞬遅らせるんですよ。そうです、その一瞬というのはこのタイトルマッチでは致命的になるんです、うん。木村選手、今篠原がボディ行きましたね。行きましたね、ああいうのをもっともっとやるべきですね。ただもう残り2分を切っている、まあチャレンジャーですから石川さん、はい、篠原は勝たなければいけないですからね。そうですね、はい。ガードを固める、ここもじりじりじりっと詰めてくるのがゴンナパー、左のミドルです。まあ篠原がパンチを打ってちょっと脇開くところに蹴ってきます。あっという間にハーフタイムは経過、またコーナーに詰めていく、まあスウェーバックしてパンチを打ち返すんですがしっかり届きません。パチンと乾いた音はゴンナパー、いや木村選手、はい、ミドルの数がちょっとずつ増えてきました。またそうですね、ゴンナパー選手の強みがもう全面出てますね。あ、ちょっと腕効いてきちゃいますよね、篠原の、はい、右腕ですか、うん、はい、ガードが下がっているか、うん、こうなると篠原はストレートも打てなくなる。そうですね、こうなってくるとあと左のインローっていうのも当たり始めますからね。まあ3ラウンドからもう終盤だから、あ、同じ技やり返すんですね。山崎秀幸選手が愛されちゃった左の内側のインローですよね。ここに来て完全にダイマジンペースか、左のハイキックからストレート、ガードを固めて鉄壁です。さあ一瞬にやっと笑ったのがゴンナパー、今日攻めも守りももう一瞬の隙もないでしょうかゴンナパー。あー今蹴りをガードして痛そうな嫌な顔をしました。腕が、うん、死にましたね篠原選手。残り10秒です、ファイナルラウンド。このままゴンナパーペースが前蹴り、戦いは楽しんでいるかのようでゴンナパービラサクラック、対するチャレンジャー篠原はどうだ。ここで終了のゴングです。いや木村選手いかがでしたか。エクセレントというかパーフェクトじゃないですかね、うん、はい、ゲームで言ったら。なるほど、はい、石川さん、はい、木村選手と同じですね。篠原選手はもの何十通りもパターンを用意してきたと思うんですけど何もさせてもらえなかったですね、うん、はい、自分のやりたかったことですね、はいはい。さあ判定です。ただこの時点で両者の表情は明らかか。お待たせいたしました、判定結果をお知らせいたします。ジャッジ岡田30対28、赤ゴンナパー、ジャッジ豊永30対28、赤ゴンナパー、ジャッジ山根30対29、赤ゴンナパー。以上判定3対0をもちまして勝者赤コーナーゴンナパーウィラサクレック。メインイベントライト級タイトルマッチチャンピオンゴンナパーウィラサクレック、判定3対0、チャレンジャー篠原優斗を退けるとともにリベンジを果たしました。
さあ、あきさん、はい、判定3対0、もうはっきりしてましたね。そうですね、まあ、ゴナパー選手がリングを支配してたようにはやっぱ見えましたねで一度負けた相手には負けないっていう伝説もしっかり証明されましたね。確かに継続です。石川さん、はい、やっぱね、クラッシュのリング、K1 のリングを知ってるタイ人っていうのはやっぱ怖いですね。はい、ね、100戦、ただ100戦のキャリアってだけじゃなくて、その100戦の中でそのクラッシュのリングで勝つにはどういう風な戦略が必要かっていうのをね、知ってしまってるタイ人ですからね。ダウンなく2ポイント取るっていうタイトルマッチすごいですよね。確かに、技術で2ポイント取ったっていうのはね、すごいことだと思います。さすがですね。はい、木村選手いかがでしたか。いや、めちゃくちゃ面白かったです。この試合ゴンナパー選手のさすがっていう王者、絶対王者ぶりも見えたし、うん、はい、いい勉強になりましたね、こういう試合展開は。それではこれより表彰式を行います。はじめに中村プロデューサーよりチャンピオンベルトが贈られます。あの、石川さん、ゴンナパーが全然まだ余裕があるんですよね。はい、3ラウンドタイトルマッチを戦って、うん、うん、篠原選手すごいレベルの高い試合したけど、ゴナパー選手側からしたら何もされてないですからね。はい、嫌なこと何もされなかったんじゃないですか、うん、これだけ完璧でしたね、はい、これで3度目の防衛に成功しました。そしてゴンナパーは再三ですね、最近は K1 のベルトも欲しいと口にしているんですよね。で、今日は会場でライト級のチャンピオン林健太が見ていた。実は石川さん、林健太も前ゴンナパーと自分からやりたいなんて発言してましたよね。そうですね、当時相愛なんですよね、はい、決着戦という意味で、はい、やるべきだと思いますね。しかるべきタイミングで見事勝利し、3度目の王座防衛に成功いたしました。ゴンナパーウィラザクリック選手より一言いただきます。สวัสดีครับผมกองนภาวิรศักดิ์เล็กมวยไทยยิมครับวันนี้ก็ดีใจครับที่ป้องกันแชมป์ไว้ได้สำเร็จครับแล้วก็ชนะด้วยครับก็ดีใจครับเป็นวันนี้ก็รู้สึกช้าหน่อยเพราะซ้อมนานไปหน่อยครับเพราะรายการเลื่อนก็ซ้อมมาตลอดครับแต่ก็ดีใจครับก็ขอบคุณแฟนมวยทุกคนครับที่ให้กำลังใจครับแล้วก็ต่อไปนี้ผมก็อยากจะเดินตามเป้าหมายอีกต่อไปครับอยากจะชิงแชมป์ K1 รุ่น 62.5 ครับวัดกับแชมป์แล้วว่าใครจะเป็นที่1ของรุ่นนี้ครับผมอยากเจอมากครับこんばんは、ゴンナパーウィラサクレックです。今日は、勝って、防衛できて、とても嬉しいです。ちょっと体が遅く感じました。多分長く練習したせいだと思います。まあ、ファンの皆さん、本当にありがとうございます。今後は、K1 のベルトに、挑戦していきたいと思います。誰が一番か早く決めたいです。ครับผม、สุดท้ายนี้ก็ฝากถึงแฟนมวยครับขอบคุณมากครับแล้วก็รอติดตามชมผลงานของผมต่อไปครับ K1 ครับผมขอบคุณมากครับ最後にもう一回ファンの皆さんに感謝したいと思います。今後の活躍も期待しててください。ありがとうございます。ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากถึงฮายาชิเคนตะครับวันนี้ไม่รู้มาดูหรือเปล่าครับถ้ามีโอกาสเดือน9ก็อยากจะเจอครับผมครับขอบคุณครับあと林選手今日来てるかわからないんですけれども9月ぜひぜひチャンスがあれば戦いたいと思います。お願いします。それでは林健太選手リング上へお越しください。非常に近い距離で試合を見ておりました林健太です。リングに入ります。それでは林健太選手一言お願いいたします。前回3月期待してもらってたのに顎の骨折られて負けてしまって、林世界チャンピオンなのにあんま強いないなって思われてると思うんで、
試合で失ったものは試合でしか取り返せないの でその相手が次9月ゴンナパー選手に決まってください。ゴンナパー選手とやりたいの でゴンナパー選手に勝てば全部取り返せるので強い世界チャンピオンだぞってとこを9月見せたいと思うのでよろしくお願いします。林健太選手ありがとうございます。それではこれよりフォトセッションに移ります。石川選手、石川さん、はい、長いことお互い思い合ってた思いが、はい、今日通じ合ったということで、はい、もう9月の大阪なんていう言葉もありましたね。そうですね、試合っていうのは僕ねよく表現するんですけど作品ですよね、うん、特に作品っていうのは一つ一つのストーリーが重なって試合当日リングで素晴らしい芸術が生まれると思ってるんで、はい、これはもういい素晴らしい作品になる準備はお膳立てはできてますよね。そうですね、はい、楽しみにしたいと思います。さあそしてそろそろお別れの時間近づいてまいりましたが、スペシャルゲスト解説木村選手、はい、今大会いかがでしたか。めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。特に記憶に残った試合みたいなのがあれば。でもメインのゴンナパー選手はやっぱり試合運びとかすごいなって一位選手として感心しました。やっぱり KO より素晴らしい判定があるとしたらこういう試合かなって僕は個人的には好きですね。